12月10日月曜日に、午後2時18分ですね。こちらね、月曜日シグナルが出まして、左の方ね、USDCHF1 個勝ちました。しかしね、ライブ投資できなかったんですね。バグがあって、まだ休みの期間ということを判断しちゃって、シグナルを送りませんでした。で、投資できなかったんですけど、ちゃんと投資してれば勝ってました。で、設定値がね、土日をマスクかけたんで、ね、表示が、分析データが1個しかなくてね、1週間に9個だけですね。ということで、左上、勝ってましたね。投資したかった。今、ライブ講座、今、18,952 円しか入ってません。出金しておりますので、18,952 円しか入ってません。で、11連敗か12連敗はその通りです。でですね、前回ね、1個ずつ投資する、この通りのシグナルでね、今度はということで、ちょっとサイクロ音がちょっと出すようにいたしました。動作中ということでね。シグナル出てこないんですね、他にね。ということですね。まあ、1個は勝ってたということですね。ちょっとストーブが熱いんで、まあ、自動的に消えるからいいけど。で、まあ、いいでしょうね。1本勝ったんで、プラスになったんで、投資できたらよかったんだけども、バグがあったんでね、シグナルが出ませんでした。そんなことですね。